音速パソコン教室講師の初谷です。今回は以前お届けしたこの Wi-Fi 中継機の続編です。というのもうちの千葉県の実家も Wi-Fi の電波が入らなくて困っていたんですね。で、この前回ご紹介した中継機を買って設置してみました。そのレポートと、さらにお役に立てるような知識を追加してお届けします。はい。で、今実家のある部屋だと見えますか、この Wi-Fi の電波が3本中2本になっていてすごく弱いんですね。これだと動画見ているとブツブツに切れてかなりストレスです。はい。ですので Wi-Fi の中継機を買って設置してみました。で、この中継機の設定の手順については以前お届けした前編の動画で詳しく説明しています。ですから大変お手数ですが前編の動画からご覧ください。で、この中継機1個補足説明があります。で、アンテナがありますよね。で、このアンテナが伸びている方向に Wi-Fi の電波って、拾いに行ったり発信されたりするというふうに考えがちなんですが、むしろ逆なんですね。縦のアンテナだったらこういう方向で Wi-Fi の電波を拾いに行ったり拡散しに行くんですね。で、アンテナが横だったらこうなんですね。縦に Wi-Fi の電波を拾いに行ったり拡散しに行くんです。はい。で、ちなみにうちの実家は大元の Wi-Fi のルーターが2階にあるんですね。で、一方で1階のリビングで Wi-Fi の電波入らないんですね。それで困ってたんです。なので1階2階と分かれてる方はこれアンテナを横にするといいですね。はい。で、これで Wi-Fi の電波が入るかどうかを確認してみます。はい。そして Wi-Fi の電波を見ると3本マックスになりました。これで動画もサクサク見れるようになったということです。はい。以上、実家に Wi-Fi の中継機を買って設置してみましたというレポートでした。で、この動画の最後にこのレポートの補足を3つだけお伝えさせてください。はい。補足の1つ目ですが、今回この中継機を設置したのは大元の Wi-Fi のルーターからかなり遠いところだったということです。それでも Wi-Fi の中継に成功しています。うちの実家の場合は先ほどもお伝えしましたが2階に大元の Wi-Fi のルーターがあります。でも1階のリビングに Wi-Fi の電波が届かないんですね。で、この中継機を1階の方に設置したんです。それでもこのアンテナを伸ばしてですね2階の Wi-Fi のルーターから発信される電波を拾い、そして1階で拡散してくれたということです。なので大元の Wi-Fi のルーターから結構遠いところでもこの中継機を設置してうちの実家の場合は大丈夫だったということです。それから補足の2つ目ですが、今回買ったこの TP-Link 社の中継機と大元の Wi-Fi のルーターとはメーカーが違うんですけれども中継に成功したということです。これはこの前にお伝えした前編の動画の時もそうです。今回の後編は、うちの千葉県の実家で行いましたが、前編の時は私の東京のマンションで行ったんですね。で、私のマンションの場合もこの中継機である TP-Link 社のものと大元の Wi-Fi のルーターとはメーカーが違うんですね。だけれども中継に成功できたということです。はい。で、補足の最後3つ目ですが、これ中継機に 2.4GHz とか 5GHz って書いてあると思うんですね。はい。この 2.4GHz と 5GHz の違いを説明してこの動画は終わります。で、これは Wi-Fi の電波の周波数なんですが、周波数は数字が低い方が電波は弱いんですけれども、その分長く届きます。障害にも強いです。一方、周波数の数字が大きい方が電波は強いですけれども遠くに飛ばないということですね。障害にも弱いということです。なのでこの 2.4GHz と 5GHz は、両方入る時もあれば片方しか入らない時もあるんですね。はい。だけれどもそれはこっちで気にする必要はありません。ただそもそも 2.4GHz とか5GHz とか何なんだろうという方もいらっしゃると思いましたので、最後に補足を行っておきました。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もし今回の動画がお役に立てましたら、
動画の右下にございます親指が上の高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録いただきますと動画の最新情報がメールで届くようになります。よろしくお願いいたします。